てください、このボロボロな。ドラジョユズキのスクイズ TV。 はい、ドラジョユズキのスクイズ TV。 ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、ユズキです。はい、皆さんいかがお過ごしですか？いい感じに過ごしてますね。最近は本当に気温が良くて、ちょっと皆さんあの水分補給には十分気をつけて生活してくださいね。はい、今日の企画はドゥルルルルルルルン、私のドラゴンズグッズ、イエーイ。はい、私はですね、ドラゴンズグッズたくさん所持しているんですけど、その中でも何すぐり、えりすぐり、よりすぐり、 何すぐりですか、えりすぐり、えりすぐりのグッズを持ってきたので皆さんに紹介したいと思います。まず1個目、じゃんじゃん、ドアラのポシェットです。これをいつもドームに行くときは首から下げて、ここにちょ、いや、こんな感じで、そうなんですよ、首から下げて、ここにね、見えるかな、こうやってファスナーがあるんですけど、この中に観戦チケットを入れておきます。ご飯を買いに行ったりとか、こう席から出るときには必ずチケットをね持って出て、入ってるわ、これはいつだ、2016年の楽天戦のチケットシュッシュなんですけどね、こういうのをいつも畳んでね、折りたたんでね、ここに入れて観戦してます。ちょっと、あ、これジンジャーエール買いました、ジンジャーエール買いました。わー懐かしい。オープン戦の、このオープン戦のロッテ戦はあれですよ、確か三塁側で見ました。これも2016年ヤクルト、ごめん、めっちゃヤクルト戦見るやんあ、でもこれ広島、巨人、とっても可愛いお気に入りです。あ、これあれなんですよ、ハワイに行った時にこれ連れてきましたなんかあのハワイにいた中です。はい、では2つ目のグッズを紹介したいと思います。じゃん、ボールたちです。ボールたち、これ普通のボールじゃないんですよ、普通の高級かと思いきや、まずこちら見えるかな、こちら、これ日付が入ってじゃないですか、2016年8月16日ドラゴンズ対巨人ジャイアンツ。これは何のボールかと言いますと、ゆずきが始球式の時に投げたボールです。いやすごい、どうかな、こことか見てもらうと、実際に投げたこの土のね残った感じが見えるかな、名古屋ドームの土が、あ、ほらほら、ここここここめっちゃ見えないかここにね、その名古屋ドームの土がねくっついてるんですけど、もうこれは思い出の品ですよね。まさか自分がマウンドに立つと、しかもそれが一つだけじゃないんですよ、じゃじゃん、てでん、ドラゴンズ対西武ライオンズの時の、これは2回目の始球式の時に投げたボールです。2019年6月19日2日前に食中毒だったんですよ、自分体調を壊してたんですけど、日高マウンド立ちました。2回もこう始球式をさせていただいて、3度目があるか分かりませんが、もし次チャンスがあるならば絶対にキャッチャーミットまで届けたいなと思います。そしてもう一つ、シャオロンのサインが入ってるんですけど、これ小学校何年生だったの、中学年ぐらいの時のなんですけど、バズーカがあるじゃないですか、その試合中にそのバズーカで客席にこう、まあ、タオルとか T シャツとかをこうプレゼントする時間があるんですけど、その時にシャオロンがバーンってやって、ここら辺に来るかなと思って待ち構えてて、で目の前飛んできた、あ、取れるかもしれないと思ってこう構えたんですけど、風か何かしらが起こって自分の方にあって来ず、左側にいたおじさまのね手に渡ったわけですよ。結局取れなくて、あー取れなかったって言ってちょっと半泣きになってたところ、そのおじさまが譲ってくださったんですよ。優しい、本当にドラゴンズファンの方は本当に優しい方しかいないなって、小学生ながら感動しまして、だからそのおじさまにお礼に生ビールをご馳走しました。本当にシャオロンのとの思い出というよりもおじさまとの思い出、見てますか、こんなに大きくなりました。3つ目、ドゥドゥン、じゃん、これはベースボールマガジンカードに、なんとこの時だな、この時このボールを投げた時の始球式の私のカード、見てくださいね、届きそうなね感じの投げ方してるんですけど、見事なワンバンでしたね。いやでもいざあそこに立ったら本当に緊張するんですよ、キャッチャーミットがもう
こんなんですかね、こんな。これを出して誰だって思った方いると思うんですけど、私です私です。じゃあ最後、じゃん、はい、これは応援ボードなんですけど、見てください、このボロボロな使いまくって、多分なんかね、多分ですけど、なんかビールかなんか、多分ね、お父さんかなんか顔こぼしちゃったやつだと思うんですけど、はい、もうね、これよく見たらわかるかな、しっかり鉛筆で下書きして切り抜いて貼ってるんですけど、そう、表はね、井端さんです。だからよく倒れるんだよね、本当によく倒れるのよね、あなたね、ちょっと、あ、キャ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 。裏はデデン、グドメさんです。はい、これね、あ、こっちの方がわかるかな、これは自分で青く塗りました。はい、だからね、ちょっと色ムラがあると思うんですけど、これは確か小学6年生かな、6年生、中学1年生ぐらいの時に作って、家で一人 でこれを持ってナンバードーム観戦してました。でも最近ではこの井端さんと一緒にお仕事することもありまして、いや、でもすごいですよね、こうやってボードを持って応援した人と今本人からお話が聞けるなんて思ってなかったですよね。ね、数年後の自分に言ってやりたいと思いますね。真面目に生きてたらいいことあるよって。本当にこれもしかしたらね、この時汚したかもしれない。あの、一緒にお父さんとそのこのボールくださったおじさんと確か飲んでたんですよね、隣で。その時かもしれないな。覚えてますか？あ、覚えて、わかんないよね。でもそういったね、思い出がいっぱい詰まった応援ボードでございます。スクイーズ TV。 はい、今日は私のドラゴンズグッズについて紹介トークをしてきたんですけど、まだまだお家とかにはね、たくさん思い出のユニフォームだったり、記念で買ったカフバットとかうちわとか、そういったのもあるんですけど、今日はまあ厳選してこのグッズたちを紹介しました。あの、ぜひコメントだったり感想をいただけたらいいなと思いますので、ぜひどしどしメッセージ感想送ってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。おじさま、もし見てたら連絡ください。ご覧いただきありがとうございました。いいね、チャンネル登録ぜひお願いします。